はい、再びアークの世界へ戻ってきました。続きをやっていきましょう。あちらのレッドオベリスクにケツアル・コアトルスがいたのを見たんで、ティムシに行きましょう。すごくレアな翼竜らしいので、何が何でもゲットしたいですね。レッドオベリスク付近に来たのはいいんだけど、あ、やっぱいた。あ、卵落としてったぞ。え、これ卵じゃないの？あれ？空中に浮いてる。え、これ卵？あ、これ取りたい。難しい。取るの難しい。あー、空中にあるとこれ取れないの？なに？卵を空中に落とすテクニック。これがケツアル・コアトルス。この空中で静止してる卵が欲しい。欲しいよ。取れない。で、肝心の本体はどこ行ったんだ？そう、卵はおとりだったのか、もしかして。いた、近くにいた。これをどうやってティームすればいいんだ？地上に降りてくれ、頼む。おーい、おーい。見張り続けるしかない。これどうやって捕獲するんだ？こんなにさ、高いところ飛ばれてたらさ、やることないよね。弓矢も撃てないよ。ちょっと今下降気味。そのまま下行ってくれ。そう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 、一緒に下行こう。頼む頼む、そのまま下行ってくれ。あー、方向転換。上行くのやめよう。どうすりゃいいんだ。攻撃してみよっかな。何の反応もないとね。ずっとこんなさ、空飛ばれてたらやることないもんね。ちょっと攻撃してみるか。よっ、一発。あ、逃げてった。逃げてったぞ。これは空中戦だ。おりゃ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 。スタミナ使っちゃうのが辛いな。ずーっと空中に浮いてんのかな。降りようぜ。少し回復してる。カラスみたいな声鳴くね。戻ってきた。戻ってくるね。なんかエリアが決まってるのかな。そっち方面行ったりはするけど、なんか戻ってくるような気がする。あ、やっぱ行くのか。少し離れるとすぐにこの見失っちゃうからな。わあ、これは大変だ。何？何お前。
なんか、猿が空飛んでる一緒に。なんじゃお前は。なぜそこにいる？俺は今、ケツァルコアトルスを探してるんじゃ。お前じゃないんじゃ。まあいいけどね。一緒に協力してくれよ。メソピテックス。消えた。お前は一体何者だったんだ。また暗くなってきちゃったよ。見失ってまた暗くなった。じゃあなんか行けそうなミッションがあれば行ってみようか。この火山付近っていうのはどこだ？ミドルチャンパーの入り口を探す。お、この付近なんだ。いや、ちょっと行ってみよう。ミドルチャンパー。レッツゴー。3.3キロ離れてる。あともうちょいチャンパー。さあ、近づいてきた。ピコンピコン言うとる。わかった、あった、わかりやすい。だけどこれさ、ここに置いとくのは無理やろ。置ける場所がない。プテラノドン置いておく場所がないよね。来たのはいいんだけど、なんかやばいやついっぱいいるなここ。とりあえず見つけたぞ。ここだ、ミドルチャンパー。新たな場所発見した。賢者のアーティファクトっていうのがここにあるわけだ。さあちょっと行きたいんだけど、ここはプテラノドンをちょっとここに置いておくわけにもいかないし、出直しかな。近くに拠点作らないとユタラプトル連れてこれないし、遠いもんな。ちょっと遠いな。ここまで来たのはいいけど遠いんだよね。おお、なんかみんな身を投げていくぞ。あれはご先祖様、ご先祖様お久しぶり。わー、ちょっとご先祖様。ギガントピテックス、ビッグフット、雪男。いた。前回はレベルがなかったとか言って。ご先祖様結構ゆっくり歩いてるね。お仲間に入れたいんですけど。ご先祖様が戦うところ見てみたいな。体力800ぐらいはあるもんね。暗くなってきた。しょうがない、戻るか。残念だ、久しぶりに会えたな。